ということで今回もやっていきたいと思います。さあ新しいお願いが増えたよね。マリオさん新しいお願いが来ました。とりあえずなんかめっちゃ今まで別に番号順じゃなかったってことがなんか変なところに増えてるよね。ほらほら甲羅を蹴ってスイッチオン。あ、今のほら見て21、28ってなってるけんこの間もまだ増えるってことや。よしやっていくか。さあ頭の体操の時間がやってきたぞ。オンオフスイッチを切り替えてピンクコインをゲットしよう。君はゴールできるか。熱いアナウンサーピンクコイン。それではお願いします。でもなんかゴールの条件別に書いてなかったけど。甲羅を蹴ってスイッチオン。ピンクコインっていうのは取っても取らんでもいいってこと？ゴーゴー。甲羅を蹴って、あれ？もしかして、あ、入っていくんや。なるほどね。そういう感じね。甲羅を蹴って、どこが変わった？あ、あれか。なるほどね。は。ちょっと待って！ちょっと待って、危険なやつや。甲羅を蹴ってスイッチオン。全部入れるんかな、これ。よし。とりあえず蹴っていく。いいぞ、いいぞ。あれか、ピンクコイン。あ、ピンクコインが鍵ってこと？ほうほうほう。あ、ここで私が、ちょっと待って、こう行くやん。あ、抜けていった。ちょ、待って、この状態で、蹴る。で、そこに当たって、これで、あ、こういう感じで操作すればいいんやね。え？じゃあもうあとは戻ればいいんかな。鍵が5つ揃ったら、あそこが開くってことか。よし、じゃあ1個1個の土管の中に何かしらあるんやね。ふんふんふん。あ、これ何にもならんやつや。何にもならんやつや。さあ、来い。ふんふんふん。で？あれ？ちょっと待って。これで、こけるやん。入る。で、こういけばいいんか。あー、そこ！ちょっと待って。はい。こういって、こうや。なるほど。すごいね、なんか。迷路や、迷路。よし。まあ、あれ、鍵開けて入ったらすぐゴールやったりして。それはないかな。とりあえずここオフで、蹴って、はい。あ、ちょっと待った。あ、これ離さんといかんのか。あ、なるほどね。ちょっと待って。あ。あ。ちょっと違う。あ、間違えた。間違えた。あ、ちょっと待って。ちょっと待って。あ、違う。待ってね。はい。あ、ミスった。普通にミスった。はい。あ、これもミスったね。ちょっと待って。もうちょっと手前か？あー、そっちじゃないんだ。よし、いけた。こっちじゃなかった。あと二つ。はい。ゴーゴー。ここは、とりあえず、どうだ？ここ消しといて、あ、ここ崩れるんかな？あ、崩れた。あ、なるほど。じゃ、これでもう一回蹴り出したら、あ、間違えた。これで、あ！ミス！
あ、そっちに行ってしまった。ちょ、待って。あ、ちげえ。ちょ、待って、こう行くやろ。こう行って、こうなっとる。あー、危ない！よいしょ、けい。あと一個！ちょ、時間。危険よ。はい、行こう。でも、一個一個こんだけかかるってことは、やっぱり。ああ、違う。はい。この状態で、あれが上がってきたら、はい。おっしゃ、オッケー！イエーイ。やっぱり入ったらすぐゴールなんじゃない？違う？ゴーゴー。あのコインもちょっと取りたいけど、取りたいけども、はっ。イエーイ、一番上。あれ、下からジャンプした、取れたりとかしたかな、もしかして。ふう、ただいま。3D の世界。はい。ドアが1段階。もっとコインがいる。今のお願いはこんな感じです。逃げて、腐ったキノコ。追いかけてくるな、キノコ。怖っ。お料理ではキノコをよく使いますが、この追いかけてくる腐ったキノコってちょっと怖すぎますね。果たしてあなたは逃げ切ることができますか？オーナーシェフ。それではよろしくです。簡単そうに聞こえるけど、星3つやった。逃げて、腐ったキノコ。あれか、腐ったキノコ。待って。ちょー！上から踏んでもダメなんや。避けんといかんのやね。完璧に。逃げて、腐ったキノコ。しかも周りもすごい怪しい雰囲気になる。キャー、追いかけてこないでー。もしかしてどこまでも上がってくるんかな。うわ、上がってきよる。ちょ、待って、無理ー。あっ！毒されるー。逃げて、腐ったキノコ。おいえ。私が頑張りますんで、大丈夫です。ほっ。へっ。はよ。逃げて、腐ったキノコ。ちょ、待ってよ。やだな、もう。はい。なんか上からコインが。飛んでくる。そんなんありですか。逃げて、腐ったキノコ。ゴー。は。てい。縦横無尽に動きすぎないやんて、ちょっと。は。速攻で切り返してくるやん。やめてー。やめてってば。いやー、無理。なんなん、マジで。どこまでついてくるの？あれに乗ればいいんかな。逃げて、腐ったキノコ。ちょっとね、こう、早くスクロールしてくれたら、嬉しいの。だけれども。いやぁ、無理。くわ。はい。来ないで。はっ。やめてよ。やめてって無理。これ捕まってどっか。いけんの？あー、ちょっと無理。そっから上がらんといかんのよね。どこもいけんのかな、あれ。逃げて、腐ったキノコ。でも、いい感じに時間稼げた気がするんやけどな。
どうよ。どうなんすかね、あれは。はい。ほい。お。来ないでもらってもいいですかね。はい、無理。無理。無理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 。嫌だー。はい。あ、やっぱりこの上には来れんのや。そういうことやんね。はい。あ、上に、行きたー。じゃあやめて。行った。無理めっちゃとどまってる。やめてください。やめてください。怖いです。ゴールはどこですか？マジでもう。じゃあやめてよ。君のせいでめっちゃ傾くやねんか。最悪。最悪。あとちょっとや。あっこゴール。さあちょっとそこのくるくる止まって。これで、ギリギリまで。はい。あのギリギリまで耐えてからの。ほっ。ふんなよ。はい。はい。はい。怖い。で、次の棒が出てきたときに、よいしょ。もういい、このままゴールさせて、私を。ふぅー。あ、よかった。もうあのクレーンに捕まる余裕すらない。キノコ追いかけてきすぎやろ。やっぱあれやね、星3つのやつってすごいやりきった感が。簡単なんかもしれんけど、やりきった感が半端ない。お、作れるものがある。作ろう作ろう。今はこんな感じです。はい、西側の砲台を作ろう。じゃあ本当に作っちゃいまーす。はい。オッケー、それじゃあ工事スタートー。ふぅ。で、まだ結構残っとる。コイン。西館の砲台の工事始まりました。じゃあ、どんどんお願いを叶えて工事を進めましょう。新しいお願い5件。マリオさん、新しいお願いが来ました。ことで、足元注意、点滅ブロック、消えるやつ？アリ兵の住処を点滅ブロックで通れるようにしたぞい。ちゃんと最後まで行けるか、誰かチェックしてきてくれんか？時間ごとに赤と青が変わるからタイミングをよく見るんじゃ。うん、仕掛け博士。それではよろしくです。足元注意、点滅ブロック。この手のって苦手そうな感じ、私。あ！速攻で。速攻で。足元注意、点滅ブロック。ちょ、あれやんね。コインとか気にせずに通ってった方がいいよね。普通に。じゃあそのキノコを押し出すのやめていただけるかしら。いやー、助けて。助けて。なんか今足が、あ、ジャンプをせんといかんのかな。足元注意、点滅ブロック。私一人で行きますと。大丈夫ですと。怖い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 。よいしょ。あの瞬間に、なし。あの瞬間に、ジャンプや。あ、え、ジャンプができない。ちょ、待って、もうちょっと早め。てってってって、4つで切り替わるけん、3つ目ぐらいでジャンプかな。ゴー。
跳ね返されなかった。あ、やっぱりそのタイミングやな。くわー、キノコ取れなかったらめっちゃ痛いんですけど。怖い。よし、いける。ふー、三つ目の点滅の時に、あ、そっか、下からは抜けれんのか。おっと、びっくりした。びっくりした。あっち？あっちに行くんかな。あ、10コインあるよ、10コイン。はい、取った。よし、入ります。あ、中間フラッグ、やったきやーまたしてもキノコを無駄にするやつ。おっと、怖かった今の。めっちゃ怖かった。どこに行けばいいんやろあれ。一発じゃいけんやつやんねあれ。ちょっと待って、なんかね、ことごとくキノコ無駄にしていくんやけど、私やばくない？え、これいけん。あ、いけた。はい。あ、怖い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 。はい。で、これもさらに下に行くんかな。あ、で、なんか、うん、こっちか。そろそろちょっとキノコが欲しい。よかった。取れた。で、上に上がっていくと。はい。ちょ、待って、めっちゃ跳ね返された。つらい。つらいよ。これ、もしかして、ゴールや。これ、上から行ったら、肩の上に行けるやつや。あー、ちょっと待って。一番上まで行けんかったけど、まあなんか微妙な、5。イェイ。あ、これであれやない？西館の扉完成したんやない？多分。ほらほらほら、西館ドア完成。次は砲台を完成させないと。おー、どんどん綺麗になってくね。いい感じ。完成しました。グッド！西館のドアできました。これで西館の1階と2階が繋がりました。ふふ、あのデザイン、渡してないと無理だったかも。もうなんか、すごい。すごい自画自賛。さあ、どんどん行きましょう。次は東館の屋根やね。うん。受付キノピオのお願いを叶えて、コインを集めてくださいね。うんうん。ほい、ということで、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければ、チャンネル登録、グッドボタン、Twitter フォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。まったねー。とりあえずあれやわ、アリヘイの名前はもう覚えたわ。なんかね、題名についとったら覚えるような名前。